はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、タイトルにも書かせていただいたように、先日公開させていただいた大型トラックによる危険な運転の映像の件ですね。具体的には広島県の尾道自動車道において、単車線の区間から片側2車線の追い越し車線に変化してトラックを追い越そうとした撮影者の車両に対して蛇行運転と幅寄せ行為を伴う危険な運転がなされた事案なんですけれども、もうすでにねお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、私の YouTube チャンネル上で見られないような措置がですねなされている状況となっております。まずお伝えしておきたいんですが、こちらの措置に関しては私の YouTube チャンネルの運営の方で意図的に行わせていただいている措置となります。外的な要因によって映像が消されたというわけではなくて、こちらの方で意図的に見れないような状況にさせていただいております。でですね、じゃあなんで今回そういった措置が取られたのかという話なんですけれども、具体的にお話をいたしますと、以前もね私あやとサロンの YouTube チャンネルの中で路線バスによる危険運転ですね、こちらが行われた事案があったんですけれども、この映像ですね、全く無関係の第三者が、映像を消せというようなことで私の YouTube 活動をサポートしていただいている提携法人の代表取締役社長の方に、脅迫行為が行われたといったようなね事案がございました。でそれに対処するためにですね、路線バスの映像を一時的に取り下げさせていただいたといったようなね事案だったんですけれども、それと同様のことが、今回また発生いたしまして、要は映像とは全く無関係の第三者による脅迫行為ですね、こちらが行われたことによって、こちらの方でですね刑事上も民事上も極めて悪質な事例であると判断し、当チャンネルの法務部門ですね、こちらのサポートによって今現在映像をですね一時的に見れない状態とさせていただいております。要はそういった実害が出ているということで、事件性があると判断いたしまして、今後こちらの方がですね刑事告訴あるいは民事裁判を行う上で最大限有利になるよう、あやとサロンの YouTube チャンネルホームサポートチームによって講じられた措置となっております。簡単に言うと現状ですね、映像とは全く関係のない第三者によって行われた脅迫行為によって、映像を公開することができない状態になってしまっている、こういったような実害が生じているといったようなね、状況になってしまっております。前回とほとんど同じパターンなんですけれども、いきなりトラックの映像が消えたんで、何かあったんですかといったような問い合わせが多数私の元に寄せられましたので、正式に動画の方でね、こちら言及しておいた方が良いと思い、今回緊急ではあるんですけれどもお伝えさせていただきました。当然こちらの事案については業務妨害にね当たる事案になっておりますから、極めて悪質性が高く、刑事民事ともにですね当方の弁護士を仲介させながら適宜対応を行ってまいりますので、また続報などがあり次第動画の方で進捗をお伝えしてまいります。今回ですね前回に比べてより悪質性が高いということで、また同様に警察がね動く事案になってくると思うんですけれども、そちらについてもですねまた後日詳細な動画の方でお伝えすることができると思いますので、よろしくお願い申し上げます。で今回ね警察が動く可能性が非常に高い事案であるということでございますので、事件の詳細ですとか、どういった対処を行うのか等も含めて最大限こちら側が有利になるよう情報の統制管制を行わせていただいております。要はそういった情報が漏れますと相手方がですね証拠の隠滅を図ったり逃走したりといったような可能性が考えられますから、あくまで水面下で動いてまいりますので、今回のね詳細に関してはまたこちらの法的な対応が進んだ段階で、また公開可能となった段階でね映像の方でお伝えしてまいりますので、少々お時間をいただければと思います。ただいずれにしてもですね、今現在どういった理由で映像がね消されてしまったのかという点につきましては、消されたのではなくてこちらの方で、今現在主張することができない措置を取っているといったようなね状況になっておりますので、こちらについては何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。こんな感じでね動画がいきなり消えますと、何があったんですかと、かなりね多くの方々から心配されたりとか、実際に多数のメールでですねお問い合わせをいただくことが多くて、トータル300万回近く再生されていた案件でもございますので、今回ですね100数十名を超える方々から、また外部からの妨害行為などがあったんですかといったような心配のメールをいただいておりました。現状当チャンネルといたしましては、今後ですね刑事捜査が行われることになったり、あるいは民事裁判等を行うことになった際にですね、最大限こちら側が有利になるよう、この第三者から行われた脅迫行為ですね、こちらについてその実害の算定や証拠の保全等を積極的に行っている最中となっておりますので、今回も全く関係のない第三者から
そういった悪質な行為が行われたということで、急遽対応させていただいている状況となります。で、まあ、いずれにいたしましても現状ですね、詳細に関してお話しできる範囲というのもかなり限られてしまっておりますので、最低限、まあ、皆さんにお伝えすることができればということで、まあ、ホームサポートチームと先ほど会議を行った上でですね、まあ、映像の方を公開させていただきました。また進捗等がありましたら動画の方でお伝えしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。で、明日以降に関してもまた正常にね、いつも通り動画の方を公開してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。でですね、路線バスの動画で以前行われた、まあ、脅迫行為ですね、脅迫、強要に該当する犯罪行為が私、アヤトサロンのチャンネルに行われたという事実があったわけなんですけれども、こちらの件に関しましても、これまた別件にはなるんですが、また進展がございまして、これもですね、今現状かなり面白い状況になっておりますので、まあ、こちらもですね、合わせて進展があり次第、まあ、というかホームサポートチームの対応が終わってですね、お伝えすることができるようになれば、ぜひですね、動画で公開してまいりたいと思います。かなりえげつないことになってるんで、視聴者の皆さんの中でもですね、あれからあの人どうなったのといったようなね、ご意見が多数寄せられている現状ではあるんですが、まあ、こちらもですね、ちょっと時期を見てまた動画の方でお伝えしてまいりますので、まあ、ちょっとですね、表現が適切かどうかは分かりませんが、まあ、お楽しみにお待ちいただければと思います。まあ、ちょっとこちらの件についてはですね、まあ、私もですね、まあ、正直こんなことはまあ日常茶飯事でございますので、特段気にしているわけではないんですが、まあ、その中でもちょっとあまりにもお粗末と言いますか、まあ、よくこんなことが堂々とできたなと、特段ですね、まあ、自分を秘匿することもなく、むしろ自分から身分を晒しながらね、こういうことを行っている対象の人物でございますので、まあ、当方といたしましてもね、ホームサポートチームを含めて、まあ、対応しやすい案件でもございました。まあ、かなり対応しやすかったですね。まあ、自分自身がですね、いかにやばいことを行っているのかということを理解できてない層がですね、まあ、一定数いるんだなということが、まあ、今回の事案でも正直、まあ、それが可視化されたというか、目で見て分かる状態に、ね、なっているというような状況になっておりますので、まあ、これはこれでですね、かなり熱い案件になっておりますので、まあ、お楽しみにお待ちいただければと思います。また視聴者の皆様から連日ドライブレコーダーの映像についてご提供していただいているんですが、まあ、1日あたり100件を超える数いただいている状況となっておりまして、メールを開封した上で映像を確認するまでに少々お時間をいただいている状況となります。もうお返事にお時間がかかりまして大変申し訳ございません。で、こちらに関しても映像の確認ができ次第順次返信を行ってまいりますので、少々お時間をいただきますと幸いでございます。で、和歌山県内で発生した煽り運転の事件から、まあ、危険運転、悪質な運転に関する映像の提供が膨大な数いただいておりまして、こちらについても順次公開をしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、顕著に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。